気管支全速、気管支喘息、気管支、喘息、ブランキールアズマ、または全息、喘息喘息アズマは、慢性の気道炎症、高酸球性炎症が典型的であるが、高酸球以外の炎症性細胞が、主体の表現型も存在する、気流制限、典型例では、通常、可逆性あり、気道過敏性の更新を、病態の基盤に有し、発作性に、 呼吸困難、全命、咳などの呼吸器症状をきたす症候群である。全息は東洋医学では公然と称される。たかるは発作性の全命を伴う呼吸疾患で、全は歩挟まするが全命は伴わない呼吸疾患である。双方は同時に見られることが多いため、はっきりと区別することは難しい。巨症、実症に区別はされるが、危機。 症候失入の失調で起こる。なお、鬱血精神不全により全命、呼吸困難といったずらるい時の症状が見られることがあるが、喘息とは異なる病態である。喘息をはじめとするアレルギーが関与する疾患の治療に関して、欧米の医師と日本の医師との認識の違いの大きさを指摘し、改善可能な点がただ残されていると主張する医師もいる。自動車。 タバコ、工場の煙などの環境刺激因子、アレルゲン、寒気、運動、ストレスなどの手術の刺激が引き金となり、これらに対する過敏反応として、気管支平な目筋、気道粘膜の不腫、気道分泌更新などにより、気道の狭窄、閉塞が起こる。気道狭窄によって、全明、全明、喉のヒューヒューという高い音、息切れ、咳、痰などの症状を認める。 全速発作時にはこれらの症状が激しく発現し、呼吸困難や過呼吸、酸欠、体力の激しい消耗などを伴い、時には死に至ることもある。気道感染が、全速急性増悪の誘発因子となることが多い。アトピー型の全速患者が発作を引き起こすのは、I 型アレルギーにより化学伝達物質が発生するためである。その誘因は、細菌、ウイルス、 カロハウスダスト、ホコリ、ダニ、花粉、カビなど食物、薬物などのアレルゲン、運動、タバコ、アルコール、気圧変化など様々である。一方、ヒアトピー型のツダの病態整理はまだはっきりしていない。全息の病態は解明されていない部分も多い。イゲ型の免疫不全症とする考え方もある。メタアナリシスにて、 野菜と果物の摂取はそれぞれ、喘息のリスクと重症度を下げるようである。メタアナリシスにて、小児の野菜と果物の消費量に応じて、喘息のリスクが下がる関係が見られ、妊娠期の母親の消費量はその子のリスクに無関係であった。メタアナリシスにて、22研究中17が、野菜と果物は、喘息やアレルギーの予後を良好にしているという関係が、見られた。 20カ国29施設が参加した国際研究でも野菜と果物の消費量が発症率に関係することが見出された。牛乳の消費と図だの増加には関連があるが単純な因果関係では説明できず一部のずだの人々では粘液賛成を促している可能性がある。メタアナリシスにて猫への暴露は全息のリスクに対してわずかに予防的、逆に 犬への曝露はリスクをわずかに増加させており、追加の研究が必要だとされた。メタアナリシス、PCG ワクチンの予防接種によるズダの予防効果は一時的である。緑を増やす緑化については、メタアナリシスは研究の条件が違いすぎて評価できなかったため、標準化された基準が必要だと結論している。メタアナリシスは、PM2.5 への曝露など、大気汚染との関連は、 結論できなかった。分類法も複数存在するが、代表的なものの一つに、幼児期に発症することの多いアトピー型と40歳以上の成人発症に多く見られる非アトピー型の2型の表現型に分類する方法がある。全息は異元型の免疫不全症であるため、アトピー性皮膚炎などと合併してくることが多く見られる。 臨床医にとっては、いくつかの呼吸器症状が、ズダと診断するための情報となるが、これらの臨床症状は、必ずしもズダのみに特異的ではない。発作性の全明、咳、息切れ、胸部の圧迫感、時間により、程度が変化し、気管視覚調薬にて改善するなどがズだを疑う、所見としている。病理学者は組織学的に定義を行っており、高酸級の新順や、 軌道壁の飛行、リモデリングによって特徴づけられる、持続性の炎症と全明としている。生理学者は基準によって、その都度定義を行っており、多くの異なる刺激に反応して、過剰な気管支ひらなめ筋収縮を引き起こす、軌道過敏性の状態を、気管支喘息と定めている。生理学的な定義のうち特に重要なのが、運動誘発性喘息や吸入アレルゲンによる図だ。 アスピリンズだである。上記、歴史の項に述べられているように、いずれの定義でも、再発性の軌道化性と、慢性炎症といった、病態性理学に統合されると考えられている。慢性軌道炎症によって、軌道過敏症となり、増悪因子により、軌道狭窄が起こり、全速症状が起こるとされている。喘息患者に、ベータ一受容体選択性の高くない、ベータブロッカーを用いる場合、 重篤な帰還収縮が起こる可能性がある。2004年の試算で全世界に3億人の全息患者がおり、年間25万5千人がズダで死亡している。また、全息死の80%以上は低所得国、中引く所得国で発生しており、今後10年間で全息死はさらに20%増えるだろうと予測されている。 ズダの優勝率は1%から18%程度と国によって報告にばらつきがあるが多少強引にまとめると先進国で5%から10%程度を発展途上国では1%から4%程度である。日本では1996年の統計でズダの累積優勝率減少と起用の合計は乳幼児5.1% 小児6 4成人3.0%、16歳から30歳では6.2%である。1960年代は小児成人とも優勝率は1%程度であったものが近年増加の傾向にあり、10年の経過で1.5倍から2倍程度増加している。日本における津田による死亡者数と、 人口10万人あたりの死亡率は1995年には7253人5.82000年には4473人3.62001年には4014人3.22002年には3771人3.02003年には3701人2.92004年には3283人2.6 年々低下傾向にある厚生労働省人口動態統計より死亡者の約半数は重度の発作を軽発作だと思い適切な治療が遅れたあるいはされなかったことが原因であると言われている。全速のガイドラインとして国際的に最も信頼されているのは WHO によるザグローバルイニシアティブ法アズマである。エビデンスレベルの高い優れた最新の文献をもとに 数年ごとにアップデートされている。世界中の国、地域において、各々のローカルな喘息ガイドラインが存在するが、多くは、このギナを参考に作成されている。他に、国際的に知られている、ズダのガイドラインとして、米国喘息管理、治療ガイドライン、EPR3 がある。日本では、主に、日本アレルギー学会が作成するガイドライン、JGL が用いられ、 成人喘息の診断の目安が記載されている。これらによって、気管支喘息と診断をしたら、長期管理を開始する。なお、発作中であったら発作の治療を優先する。長期管理の方法はガイドラインによってわずかな異が、あるもののもとは、ほとんど同じであるためギナ2006に基づいて、説明する。なお、X は吸入ステロイド、ラバは、長期作用が β べに刺激薬。 ルトラはロイコトリエンジュ用待機公薬である。ギナ2006では治療目標である良好なコントロールに関して、問診によって評価できるとしている。上記の6項目のうち3項目以上に該当したらコントロール不良であり、一つでも該当すればコントロール不十分。また全速増悪発作が最近認められたらそれだけでコントロール不十分とる。 3ヶ月ごとに治療効果判定を行い、コントロール良好群であれば、ステップダウンし、コントロール不良群であれば、ステップアップする。コントロール不十分が持続する場合も、ステップアップを検討する。JGL2006 では、ステップ1が症状によって規定されており、その症状にコントロールするようにコントローラーを決定する。ステップ2のコントローラーで、 ステップ2の症状が認められれば、コントロール不良であり、ステップ3にステップアップする。初期治療としては、酸素投与とリリーバー投与となるが、呼吸困難、全面の原因が心疾患など全速発作以外の可能性もある。全速発作の程度は小発作、呼吸困難はあるが横になれ動ける、中発作、呼吸困難で横になれないが動ける、大発作、 呼吸困難で動けないに分類される。これらのリスクファクターがある患者はより慎重な治療が求められる。小児喘息は成長とともに警戒する場合がほとんどである。稀に成人喘息に移行する場合がある。小児喘息の起用があったとしても、成人喘息患者のような薬物の制限はない。小児期に全名が認められる場合は、ウイルス感染、アレルギー。 異物の可能性がある。重要な間別疾患としては RS ウイルスによる再帰還支援があるが、再帰還支援では1日中全名が聴取されるが、帰還支全息はヒューヒュー、あるいはゼーゼーとした全名が夜間に多い。小児全息の診断には多疾患の除外が必要である。2歳から3歳の頃頻繁に全名を繰り返す幼児は、 小児喘息に移行するリスクが高いと考えられている。メジャークライテリア一つまたは、マイナークライテリア二つで、小児喘息の確率は76%である。逆に満たさなければ5%の確率となる。小児喘息のガイドラインとしては、JPGL20005 が知られている。春先や秋口などが、発作の後発時期である。3歳から5歳の発症が多い。 ベータに刺激薬の吸入とステロイドの全身投与が基本となる。アミノフィリンはオートといった副作用をはじめ、血中濃度の調整が難しく、安全性、簡便性を考慮すると消極的になる。吸入は吸入器、定量粉露吸入器とドライパウダー吸入器と、ネブライザーによる吸入が知られている。吸入薬の量は小児であろうが成人であろうが変化がないのが、 一般的である。これは成長するほど上手に吸入できる傾向があるため、抹消軌道に達する薬物量が増えるためである。ネブライザー治療に影響を与える因子としては、呼吸パターン、口呼吸か、鼻呼吸か、軌道狭窄病変の程度、人工軌道の存在などが挙げられている。小児喘息の治療の目標とは、軽いスポーツを含め、日常生活を普通に行うこと、 中夜を通じて症状がないこと、ベータに刺激薬の豚用の減少、学校の血跡の防止、排気の障害の予防、ペフの安定化とされている。小児分野では年齢により、薬剤の選択も異なり、専門性の高い分野であるが、JPGL にてかつてよりは簡略化されている。大まかに述べると2歳未満の乳児ぜ息、2から5歳、6歳から15歳という区分で、 分けられている。アトピー性が多いため DSCG を積極的に使うこと、吸入技術の問題で吸入ステロイドの適用が若干異なる。ラーメンやうどんが食べられるようならば、原理的には吸入は可能であり、吸入をサポートするスペーサーも各種販売されている。乳児全息では、中等度でも専門医の下で治療を行うこと、2から5歳では、 軽症持続型の段階では、X は考慮に過ぎない。6歳以上では、軽症持続型以上ならば、X が原則となるといった差がある。現在日本で増加する、小児喘息に関しても、安全かつ有効な標準ダにアレルゲンを用いた、原監査療法をすることで、小児喘息患者の肺機能の改善、成長、維持を助けて健康な成人を育てることが、 厚生医療行政の急務であると主張している医師もいる。咳喘息、咳喘息とも表記する。ズダではないが、喘息と同様軌道に炎症が起こり、軌道が狭くなることで咳が出る。主な特徴は、一般的な風邪薬や咳止めは効果がなく、気管支喘息で用いる、気管支拡張薬、吸入ステイロイド薬の吸入、口実が有効とされる。 期間自然足治療薬は、長期管理薬、コントローラーと、発作治療薬、リリーバーに対別される。発作が起きないように予防的に、長期管理薬を使用し、急性発作が起きた時に、発作治療薬で発作を止める。発作治療薬を使う頻度が多いほど、喘息の状態は、悪いと考えられ、長期管理薬をいかに用いて、発作治療薬の使用量を抑えるかということ治療の、 一つの目標となる。長期管理薬では吸入ステイロイド薬が最も重要な基本薬剤であり、これにより、気管自然息の本体である軌道の炎症を抑えることが気管自然息治療の根幹である。重症度に応じて吸入ステロイドの増量、蛍光ステロイド、長時間作動型 β 刺激薬、吸入薬、貼り薬、抗アレルギー薬、抗コリン剤などを併用する。 長期管理薬を使用しても発作が起こった場合は、発作治療薬を使用する。発作治療薬には、短時間作動型 β 刺激薬、ステロイド剤の点滴などが使われる。1997年、β 刺激薬である、ベロテックエロゾル、中化水素酸フェノテロールの乱用による死亡者増加が、日本において大きな問題となった。これは、ベータ刺激薬の副作用によるものとは言えず、 ベータ刺激薬の吸入により一時的に症状が改善するために大発作に至る発作でも病院の受診が遅れたことが主因と考えられている。気管拡張剤エフェドリンは、朝日甘いシ油などに配合される気薬の魔王から1885年、明治18年、長井長吉によって単離抽出された。 中程度あるいは他の方法で、ズダが制御できない場合はアレルゲンを繰り返し注射する、アレルゲン免疫療法、玄関差療法を行う場合もある。90%以上が、何アレルゲンが原因である、小児喘息の場合は、アレルゲン免疫療法は有効性が高いという意見もある。風の見解書では、アレルゲン免疫療法が、ズダの自然経過を変える。 唯一の根本的治療法として記述されている。古くから水泳によって改善するといったことも言われているが、呼吸筋を鍛えたことにより、病状が良くなったと感じるため、ピークフローチの上昇で炎症が収まったわけではない。場合によっては、プールの塩素によってさらに悪化することもあり、注意が必要である。水泳による疲労、塩素で頭を発病した患者もいる。 直接の治療行為には該当しないが、ピークフローメーターにより日頃のピークフロー値の記録をしておくことで、自覚症状のない軽い発作を発見できたり、発作が起きやすい時期、時間帯等を把握しやすくなるため、喘息の管理に有効である。ピークフローは、症状の変化に先行し変化することが知られている。また重篤な患者ほど、自覚症状が出現しにくいためピークフローによって、 客観的な評価が必要である。ピークフローは3回測定を行い、最高値を記録する。慢性呼吸不全の患者には、在宅酸素療法を行う。全息患者の何割かが獲得するアセチルサリチル酸、アスピリンなどのヒステイロイド系抗炎症薬、エンセズ、特に、シクローキシゲナーゼ阻害薬、特に COX1 に対する過敏体質であり、アレルギーによるものではない。 エンセズの服用から数分1時間後に、微重型、微平、全息発作が起こる。このように症状が、上気道、下気道に及ぶことから、近年、アスピリン全息、アスピリン、クササーベイテッドレスピラトリージエアセ、エドと呼称されるようになった。成人女性に後発し、小児では稀である。アトピー型、ヒアトピー型全息患者のいずれにおいても認められ。 中等症以上の症例が多く、急性増悪時には、しばしば、重度の呼吸器症状をきたす。病歴から診断可能な例もあるが、確定診断のために、アスピリン負荷試験を要することが少なくない。成人ぜ息患者の約21%は、誘発試験で、アスピリンぜ息を起こしたとの報告がある。COX1 阻害によるプロスタグランジンの阻害と、 それに伴うロイコトリエン、LT 代謝経路に傾くことによる代謝異常が病態の基盤にあるため、COX に阻害薬投与においては発生率が低下る。しかし、COX に阻害薬も他の塩せずと同様、添付文書上、全息患者には近忌とされている。病態の特徴の一つに、ロイコトリエンの過剰酸性があり、 そのためロイコトリエンキッコー薬が用いられることが多い。抗酸球性副鼻腔炎の合併率が極めて高く、鼻丈や嗅覚低下を合併することが多い。多臓器の抗酸球性疾患の合併も見られる。アスピリン全息の急性増悪では、コハク酸エステル型ステロイド、ソルコーデフ、ソルメドロール、水溶性プレドニンなど、 の急速上昇は、全速の増悪を誘発することがある。1時間以上かけて点滴を行えば、比較的安全とされている。リン酸エステル型ステロイド薬、デカドロン、リンデロン、ハイドロコートンなど、を1時間以上かけて点滴投与する。健常者では、運動によって、軌道の小道が変化することはないが、全速患者の場合は、運動によって、 気管収縮が誘発される。特に運動によって臨床的な症状が出現する場合を運動誘発性喘息等。運動が刺激因子となり、肥満細胞からのロイコトリエン酸性が増加する病態が基盤にあるため、ロイコトリエン拮抗薬が効果的である。吸入アレルゲンに対して、地発性喘息反応が起こることがある。曝露後 数時間から数日間起動過敏性が更新するのだが、詳細な記事は不明である。過敏性肺炎とは異なり相型アレルギーである。咳喘息、コフバリアンとアズマクバの症状は、慢性、8週間以上に、発作性の咳が持続することが特徴的である。交換神経、β2 受容体作動薬、β2 刺激剤の吸入により、 臨床症状が改善すため、治療的診断として有用である。典型的な図だと異なり、通常、胸部聴診にて胸作音は聴取されず、閉塞性換気障害や軌道化逆性等、異常所見が認められないため、確定診断に難重し、ドクターショッピングを引き起こすことも多い。全速と同様の病態、慢性の軌道炎症。 軌道過敏性の更新等が基盤にあることが判明しており、これらの評価が可能な専門医療機関等を受診することが望まれる。通常、咳喘息における軌道炎症や軌道過敏性更新の程度は喘息に非死警備であることから、喘息の前段階として認識されることもあり、軽症喘息におけるコントローラーに準じた定期薬物療法が導入されることが多いが、 重症の咳前息症例も存在し、重症前息と同等の治療を要することもある。咳前息を無治療で放置すると、約3割が典型的な図ダに移行するとされる。1 a a 1ジーズという考え方が提唱されている。ズダとアレルギー性鼻炎や副鼻空炎がよく合併することはよく知られている。これらを同時に治療することで、治療効果が高まると考えられている。 特に、アレルギー性鼻炎や、花粉症の合併は多い。アレルギー性鼻炎の治療は症状に合わせて選択される。全息を指す、英単語アズマはギリシャ語の、アーゼインという鋭い咳を意味する言葉に由来する。この言葉は、紀元前8世紀のイーリアスに登場するのが最初とされている。紀元前4世紀にヒポクラテスは、この病気が、下手や、漁師、 近細駆使に多いこと、気候と関係していること、遺伝的要因がある可能性があることを記載した。2世紀にガレノスは、全息が気管支の狭窄、閉塞によるものであることを記し、基本病態についての考察が始まった。その後、全息について様々な考察、文献が発表されたが、この頃まで全息という言葉は、今日で言う図だのみならず、呼吸困難をきたす。 様々な病気が含まれていた。今日でいうズダについての病態に迫るには17世紀まで待たねばならない。17世紀にイタリアのベルナルディーのラマチーには全速という基人との関連を指摘し、また、イングランドのは1698年 A、トリートス・オブ・ザ・アズマにおいて軌道閉塞の可逆性について記載した。1860年にはイギリスのソルターは 著書オンアズマ、イッツパターラジンドトリートメントの中で、軌道閉塞の可逆性と軌道過敏性について述べ、またその後19世紀末から20世紀初頭には、アドレナリンやエフェドリンが開発され、気管支拡張薬がズダの治療として使用されるようになった。この頃まで、全速の基本病態は、可逆性のある気管収縮であると考えられていた。 1960年代にハイリズダの基本病態が軌道の慢性炎症であることが指摘され始め、1990年にイギリス胸部疾患学会 BTS の発表した全速ガイドライン、及び1991年にアメリカ国立衛生研究所 NIH の発表した全速ガイドラインにおいて、全速は慢性の軌道炎症であることにコンセンサスが得られた。 これによりステロイド吸入により、気道の炎症を抑え、発作を予防するという現在のズダの治療戦略が完成し、治療成績が改善した。しかし、吸入ステロイドの普及率は国、地域によって差があり、ことに日本は欧米先進諸国に比し、吸入ステロイドの普及率は低い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。